はい、どうもこんにちは。今回はまた逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は前回は証拠集めの一環として、あの星影弁護士、メガネかけたさ太ってるおっさんのとこに行って、でこの DL65 次元なるものと関係してるんじゃないかということも分かった後、三剣の弁護人として今回裁判が始まったと。始まったばっかだから特に何もしてないんだけど、今回ねそれを続きからやっていこうかなと思うわ。やっていこう男から通報が入ったんですか？そうっす。しかしさっきあなたはこう言った。キャンプをしていた女性が2発の銃声を聞いたと。いいよりその女性と通報した男は別人だ。どういうことですか？目撃者は2人いたのだ。2人の話はほぼ同じ内容だったんでね。今日はキャンプをしていた女性の方に来てもらったんだ。キャンプをしていた女性って夏美さんのことだよな。ケジ、それからどうなった？これパトカーいるかな？一応聞くか。ああ、大事だ。確かに通報を受けてから湖に着くまでどれぐらいかかりましたか？そうっすね、多分3分ぐらいだったっす。近っ。また随分早いですねうちの署の今月の標語は急がば回らずまっすぐにす。そこに刑事、署の機密事項を簡単に漏らすな。ああ、申し訳ないっす。来年の給与査定楽しみにしておくことだ。めっちゃ下げられるじゃん、糸の子さん。また楽しみが増えたっす。何をしている？続けたまえ。はい。三剣賢治だったっす。その時、三剣賢治はどんな様子でしたか？そうっすね、自分の見たところ落ち着いていて、とても殺人などを。何？よし、主観的な意見を言うのはやめたまえ。何年刑事をやっている？意味があるのは客観的なデータだけだ。ああ。くそ、いちいち意義の多い検事だな。全部跳ね返されるね。なぜ怪しいと思わなかったんですか？主観的じゃん、またこれじゃあ。それは、我々と検事には固い信頼関係が。よし、いい加減な証言はするな。信頼関係だと甘ったれるな。かわいい。そのたわごとを並べる前に誤認逮捕を減らすことだ。ふぎゅー。糸の子刑事、究極までへこんだな。さっさと続けたまえ。全部聞くよ、俺は。一応全部聞くわ。死体には何か手がかりがありましたか？死体から弾丸が1発見つかったっす。心臓を撃ち抜いていたっす。それが致命傷っす。なんか2回音聞こえたって言わなかったっけ？違っけ？裁判長、その弾丸を提出しよう。うまく骨を外れていたので、しっかり原型をとどめている。わかりました、受理します。はい。結局三剣賢治、ああこれか。どうしてですか？ボートから凶器が発見されたっす。凶器？ピストルっす。証人、それは重要なことです。証言し直してください。わかったっす。これかな。ああ、なぜそれが決定的なんですか？くっうわー、ミスルギそっくりな嫌な笑い。
ボートから見つかったピストルには指紋があったっす。三剣賢治の右手の指紋がはっきりと。なんですって。もうそれ負けじゃん。静粛に静粛に。凶器に三剣賢治の指紋がついていたんですか。はあ、裁判長、これが問題の凶器だ。受理します。おお、22個。あ、でも3発だってよ、3発。よろしいか。これで凶器のピストルと弾丸が揃ったわけだ。よし。おい、死体から発見された弾丸はそのピストルから撃たれたものか。あ、弾丸の洗浄痕がそのピストルと一致したっす。ふむなるほど君。何、洗浄痕って。俺も教えて。驚いたな、この場に洗浄痕も知らないど素人がいようとは。うわあ、こっちに睨んでるよ、なるほど君。ふう、いたしかたない、説明してやろう。裁判長、やりたまえ。私が。ああ、おふん。洗浄痕というのはピストルの指紋みたいなものです。ピストルで撃たれた弾丸には必ず銃身による傷がつきます。その傷を調べれば弾丸がどのピストルから撃たれたかがはっきり特定できるのです。そう。そしてこの被害者の心臓から見つかった弾丸は間違いなくこのピストルから発射されているのだ。この被告人の指紋がべったりついているピストルからな。静粛に、静粛に。まずいな、これじゃあ三剣が撃ったとしか考えられないぞ。いかがか裁判長。ほぼ決定的と言っていいでしょう。正直なところこの時点で判決を下すことも可能です。しかし。かわいい。目撃証人の証言も気になると。了解した。では我が輩少し疲れたのでここで休憩を取ろう。証人を呼ぶのはそれからでよかろう。休憩は10分でいいかな裁判長。はい。何をしている。10分間休憩だ。いや、それは。早くその薄汚い根性ならずんか。はい。ではここで10分間の休憩を取ります。威圧感ありすぎでしょ。もう制圧されてんじゃん。いいのかこれで。ミツルギと話すか。ミツルギ、どういうことだよ。凶器のピストルにはお前の指紋がついていたんだぞ。うむ。しかもこの写真を見れば分かる通り、被害者を撃つことができたのはこの写真の男しかいない。確かに。このボートに乗っているのはお前なのか。そうだ、それは私だ。なんてこった。しかし信じてくれ、私は撃っていない。じゃあ一体誰が。それがよくわからない。わからない。目の前で見ていたんだろ。霧が濃かったんじゃないの、霧が。いきなり至近距離で銃声が聞こえたんだ。そしてあの男はボートから落ちた。なぜかは知らんが、あの男は自分で自分を撃ったのではないだろうか。自殺だっていうのか。それしか考えられない。そんなことがあるのか。ところで、まゆちゃん。え、なに。ちひろさんは。あ、ちひろさん。ごめんなさい、ダメみたい。なるほど。やっぱり私じゃ何もできないのかな。お姉ちゃんのいない私なんて意味ないのかな。急にやむやん。自分の存在とは何なのかって考えるやつじゃん。これから考えてすごいやんじゃうやつじゃん。そんなことはないよ。そんなことはないよ。一生懸命助けようとしてくれているのはわかるから、その気持ちだけでも。無理しなくていいよ、なるほど君。私、弁護のことなんて何にも知らないもんね。レバージなのに、レイも呼び出せないんだもん。誰だって調子が悪い時はあるよ。
僕だって今はたまたまうまいことやってるけど、こんなのいつまで続くかわからないんだからさ。うっと、なるほど。不吉なことを言うな、心臓に悪い。はは、参ったな。何も話進んでないじゃん、大丈夫か。では診療再開しましょう。カリマ、カルマ検事、承認お願いします。では大騒ぎな罪を入廷させてほしい。大騒ぎな罪、大学の研究生をしている。はい。早速だが、事件の夜目撃したことを話してもらおう。余計なことは一切省いてもらいたい。いいな。何やった、その態度は。かわいい。いいな。ええー、わ、わかったわ。では、証言お願いします。はい、聞きましょうか。あれはクリスマスイブの夜の0時を過ぎた頃やったわ。うち車の中におったんや。湖の方でパーンって音がしてな。窓から見るとボートの上に男が2人おったんや。その時もう一回音がしたんや。湖の上には間違いなくそのボートしかなかったわ。2回鳴ってるもんな。それで結構。裁判長、彼女はたまたまこの時の様子を撮影していた。その時の写真だ、受理していただきたい。これはまさに発砲の瞬間ではありませんか。静かにしなさい、退任退廷を命じますぞ。証言にあった通り、発砲があった時、湖の上にはこのボートしか存在しなかった。つまり撃ったのは一緒に乗っていた男、すなわち三剣英二しかいない。静粛に静まりなさい。いかがか、裁判長。これで決定的ですね。私の迷いも完全になくなりました。ではこの場で三剣英二に対する判決を。ちょい、ちょっと待ってください。僕の尋問がまだです。尋問？かわいい。尋問も何も証拠写真がある。この写真は全てを物語っている。無駄だ。それとも貴様は、今の証言に何か矛盾した部分を見つけたのかね？は？それならば尋問をやってもらおうじゃないか。しかし、もし当てずっぽうに探りを入れた挙句、何も出なかったら、その時は法廷侮辱罪を適用してもらうぞ。なるほど。法廷って何？侮辱罪。意味はわかるだろ。なんとなく。それでどう？さっきの証言矛盾した部分はあった。いや、これじゃないの。だって2発鳴ったわけでしょ。だって。あ、でも3発じゃん。これじゃ3発と2発じゃないよ、じゃあ。あったと思う。一箇所これかなという部分が。すごいね、なるほど君。私気づかなかったよ。じゃあ、あいつの挑戦受けてやろうよ。しないんだけどな。わかりました。尋問をします。よかろう。時間の無駄にならないことを祈ってますよ。全部聞いていいのかな、でも一応。クリスマスの夜0時過ぎでも。聞いても大丈夫だよね。0時を過ぎた頃ということは、正確にはクリスマスイブではなく、もうクリスマスになっていたと。まあまあ、そうやな。あ？確か、矛盾を指摘するという約束では。その通りですね。証人は証言を続けて。もうそれで全部そうじゃん、じゃあ。じゃあ行こうか、じゃあ。もう一回音がしたい。どっちじゃ。もう一回音がした。
そうだな、多分これ3発出てるからここだと思うんだよな。ここじゃないじゃん。いや、分かって、揺さぶんねえよ。だから分かって言ってみようぜ。いや、もうそこじゃないじゃん。なんで、いや、刺してよ、みんな刺してくれや。もう一回ここじゃないんだよ。2発だけど3発ってことじゃないの。あ、男かどうか分かんない的な的な。あ、男かどうか分かんない的なやつかな。絶対でもこれで今のがダメだったんなら3発ダメだよな多分。じゃあこれか。いや、もうダメか。もうなんでダメなの。いいじゃん、男か分かりませんでいいじゃん。男か分かりませんで、男か分かりませんでいいじゃないか別に。わかんねえだろ、男かどうかこんなんで。どこが男ってわかんないよ、これで。おかしいだろ。通るだろ、これ、普通に考えたら。ここでこんだけペナルティ稼ぐとちょっと怖いな。だったら、ここにこれ。ダメだこれ。もうやり直していい、これ。もうやり直していいかな。ごめん。これどこよ。伝わって、みんな伝わってよ。あ、ごめんなロド君、お姉ちゃんがいれば。まえちゃん気にしてるみたいだな。いや、矛盾してんじゃん。ダメこれ、聞いたら言われるんでしょ。うち大学の研究員やね。研究に使う写真を撮ろうと思ってな。さっきからどうもはっきりしないんだよな。もうできるんかい。もうそれできるんだったら最初からやってるよ。揺さぶってるよ、いつも通り。やり直していい。いや、ちょっとさ、騙されたじゃん。やり直していいかな、ちょっと。まあまあ、これで戦ってみるわ。戦ってダメだったらやり直すわ。ごめん、それは許してほしいわ。それは甘えさせてほしい。研究というのは具体的にはどういう。かわいい。証人がなぜあの場でキャンプをしていたのか、そんなことは事件には何の関係もない。質問は却下する。いやいやいや、決めるのは私です。じゃあさっさと却下したまえ。質問を却下します。ダメだこいつだ。それ聞けるんだったら最初からやってますし、この3つ体力削られてないんで。そん時は湖は見ていなかったんですか。そうやな、うちが湖を見たのはその男を、音を聞いてから。何度も言わせるな。お前は矛盾を指摘しろと言ったはずだ。ちまちまと情報収集などしてもらっては困る。何これ、正解じゃんこれ。俺指摘したとこ正解じゃない普通に。2回音がした。いや、これ3発って書いてるよね。男がいたんや。男か分かんないよ。一緒じゃん別に。合ってんじゃん2人の男。写真見てみ、ちゃんと写っとるやん。どうしよう。ちょっと待ってください。僕は写真のことを聞いたんじゃない。あなたが見たのかどうかを聞いてるんです。そりゃあもちろん。証人は見たと証言している。それに写真もある。いい加減指摘したまえ、お得意の矛盾を。何か隠していることがありそうなんだけど。全部できるじゃん。じゃあダメかと思って俺頑張ったのに。まあそりゃ。弁護人はどうでもいいことばかり聞いておる。矛盾を指摘したまえさ。
カルマのやつ、僕に証人と話をさせないつもりらしいな。一体なぜ。それは確かですか。ああ間違いないで。そりゃあんた湖を隅々まで見たからな。湖を隅々まで見た。まるでボートよりも湖の方に興味があったみたいだな。夏美さん、あなたは。かわいい。弁護士。証人はすでに答えておる。十分な答えをな。これ以上の質問に意味はない、却下。それは私が。却下でいいな。はい。まいったな。ダメだった。そこまで。もう結構です、ナロドー君。どうやらあなたは矛盾を指摘することはできないようだ。いや、しかし。約束は守ってもらおう。弁護人、これ以上の発言には法廷侮辱罪を適用します。そうなったら即座に退廷しなければならない。いいのかな。ナロドー君。やっぱり夏美さんの証言は少しおかしいよ。確かになんかすっきりしないよな。でも発言を封じられたらもうどうすることも。この時点で審理は十分だと考えます。では被告人に判決を言い渡していただこう。わかりました。では三剣玲治、証言台についてください。いやもう それあるんだったらもう回復して、俺の体力負け夢じゃんこんなの。今のはどなたが。私です。まゆちゃん、どうしましたか。トイレなら。そうじゃありません。夏美さん、あなたの証言はおかしいです。店を見ていたのかどうかは曖昧だし、三剣健二さんを見たかどうかもはっきりしないし、本当のことを話してください。人の命がかかってるんですよ。ああ夏美さん、あなたは本当に三剣健二をはっきり見たんですか。三剣健二がピストルを撃つところ。やめなさい。弁護側の発言は認めません。答えて夏美さん。なんや、人を悪者扱いしよって。見たでうちは三剣をはっきりと。そこまでだ裁判長。法廷侮辱罪で弁護士を退廷させたまえ。ああ、わかりました。約束ですから仕方ありませんね。係官、なるほど留置の身柄を拘束しなさい。法廷侮辱罪により退廷していただきます。ここまでか。あ、ゲームオーバー。あるんかい。もうさ、もうだったらさ、もう俺のあの空振りやめてくれない。もう合ってんじゃん。俺の指摘も合ってんじゃん。でも別にピストル3発も、これ男か分かんないよ。もうそれで体力削られてんのに、負けイベって知らずにさ体力削られたんだからさ、弁償しろよ。発言をしたのはあたしです。ナロド君は関係ありません。かわいい。はあ、大した違いはあるまい。どっちにしろ残っているのはもう有罪宣告のみだ。そうだな、弁護士になるほど留置。それは違う。それは違います。なんだと。たった今大騒ぎ夏美さんはこう言いました。三剣健二をはっきり見たと。これは今までにない証言です。弁護側はこの証言に対して尋問をする権利があります。静粛に。そんな勝手な言い分が通るか。裁判長、そんな意見は却下だ。裁判長。そうはいきません、カルマ検事。何？大騒ぎ夏美さんは新しい証言をしました。当然弁護人は尋問をする権利があります。しかし弁護人は法廷侮辱罪で。侮辱したのは私です。作業するなら私だけにしてください。むー、
かりました。あいさと迷い、あんたには退廷してもらいましょう。ネガド君、私こんなことしかできないからあとは頼んだよ、お願い。マユちゃん、マユが身を挺して命をつないでくれたな。うん、くだらん。わかっているだろうな、弁護士。我が輩の証人に揺さぶりなど許さんぞ。何としても矛盾を突きつけなくてはならないわけか。では尋問をしていただきましょう。いや、遅えよ、もう体力回復したせてよ。尋問だけ見るか。体力、いや体力これでしょ、だからこれでしょ、これ、これ突きつけるんでしょ、これ多分。ちょっとやり直そうかな、まあ、とりあえず今回はここで終わるから、次回もしかしたら体力全開してるかもしんないけど、まあそれは魔法なんで、それはもしかしたら、ね、たまたま確率が良かったのかもしんない、たまたまいい引きをしただけかもしんないから、まあそこら辺はねちょっとお許しいただきたいなだって負けイベって知ってたら選んでないじゃん。まあてなわけで今回はねここで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。